ティロサウルスと影のノは、現在のオオトカゲカやヘビに近縁な、大型の肉食海性爬虫類もササウルス科の属。後期100秋に生息した。T プロリジャーの復元ティロサウルスの目立つ特徴は、円柱状の長い前、上顎骨であり、属名はここに由来している。他のモササウルス科爬虫類と異なり、ティロサウルスは全腸顎骨の前方に歯を全く持たず、 すなわち骨の突出部には、歯が存在しなかった。ティロサウルスは24から26本の歯が上顎に、20から22本の歯が、口外に、26本の歯が下顎に生えていた。29から30本の椎骨が、頭骨から、臀部の間に、6から7本の椎骨が、臀部に、33から34本の椎骨が、骨盤と共に尾に並び、 さらに五十六から五十八本のオシーが尾の先端を形成していた。ティロサウルスの初期の復元では、ご同定された機関軟骨に基づいて背びれが復元されており、そのような突起を持ったモササウルス科を描くのが当時の主流であった。T ペンバネンシスの大きさ比較サメなど魚類、主張竜、および他のモササウルス科爬虫類と分布域を共有したティロサウルスは、 後期白亜紀における、西部内陸回路の支配的な捕食動物だった。本族は、モササウルスホフマニーと並んで、モササウルス科で最大の属の一つであり、同族の可能性があるハイノサウルスベルナルディは、全長12.2メートル、テーペンバネンシスもそれに匹敵する大きさに達した。T プロリジャーは、ティロサウルス属における最大の種であり、 全長は14メートルに達した。ヘンリー・フェア・フィールド、オズボーンの1899年の記載より、完全な T ・プロリッジャーの骨格他の多くのモササウルス、カハチュウ類と同様にティロサウルスの歴史は複雑であり、初期のアメリカ合衆国の古生物学者、エドワード・ドリンカー・コープとスニエル・チャールズ・マーシュによる化石戦争に巻き込まれている。1868年に、 カンザス州西部から産出した断片的な頭骨と13個の椎骨に基づきコープはマクロサウルスプロリゲルという学名を提唱した。この標本はハーバード大学比較動物学博物館に置かれた。1年後にコープは同じ標本をさらに詳細に再記載しイギリスから産出したモササウルス科の分類群であるリオドンに再分類した。 1872年にはマーシュがさらに完全な標本を親族リノサウルスに分類したが、すぐにこの学名は別の動物にすでに使われていることが判明した。コープは、リノサウルスを別の新たな名前、ランポサウルスに置き換えることを提案したが、これもまたすでに使用されていることが明らかになった。マーシュは、最終的に親族ティロサウルスを確立し、 最初のハーバード大学の標本と同様にカンザス州から算出したさらに完全な追加の標本を本属に分類した。T プロリッジャーの巨大な標本が1911年にカンザス州ウォレス郡で CD バンカーにより発見され、これはそれまでに発見されたティロサウルスの骨格では最大のものであった。この標本は カンザス大学自然史博物館に展示されている。腹部に主張竜の標本が確認されている T. プロリッジャーの標本フィラデルフィア自然科学アカデミーに展示された T. プロリッジャーの13メートルの完全な化石標本1918年にチャールズ・ヘイゼリアス・スタンバーグが主張竜を腹部に収めたティロサウルスの化石を発見した。この標本は スミソニアン博物館で組み立てられ、腹部の視聴流もコレクションに加えられた。これらの標本は1922年にスタンバーグがわずかに報告したものの、2001年までこの標本の情報は失われていた。この標本は、エヴァーハートが再発見、再記載し、2007年にナショナルジオグラフィック協会が制作したアイマックスの映画、シーモンスターの ストーリーラインの根幹となっている。ジョージ・フライヤー・スタンバーグは1926年頃に自らが収集したティロサウルスの頭骨の写真を撮影している。この標本はカンザス州ローガン軍のスモーキーヒル・チョークで発見された。彼はこの標本をスミソニアンに打診し、写真を同封した手紙をチャールズ・ギルモアへ送った。オリジナルの写真のコピーは スタンバーグ自然史博物館にアーカイブされている。標本は FHSMVP-3 という標本番号を付けられ、同博物館に展示されている。2009年にはアラン・コムロスキーにより全長10メートルのティロサウルスがカンザス州から産出しており、これはカンザス州ウィチタのミュージアム・オブ・ワールド・トレジャーズで展示されている。ティロサウルスは サスカチュアン州やサウスダコタ州の層からも記載されている。組み立てられた全長13.1メートルの T ペンバネンシスの標本。愛称はブルース T ペンバネンシスの復元 T ネピアラクスの幼体の骨格復元。ロッキー山脈恐竜リソースセンター T マイクロマスとされる標本長い年月をかけてティロサウルスの多くの種が命名されたものの 科学者が分類学的に有効であると判断したものは多くない。有効であるとされた種には北アメリカのサントニアンとカブチュブカンパニアンから算出したタイラサウルスプロリジャー、カンザス州のサントニアンから算出したタイラサウルスネピアラクスがいる。エヴァンハートが2005年に命名したタイラサウルスカンザセンシスはカンザス州の後期。 コニアシアンから産出したもので、T. ネピアラクスの様体に基づくものであることが示されている。T. プロリッジャーは T. ネピアラクスのネオテニーとして進化しており、様体の特徴が生体やさらに大型な個体にも共通している。近縁属ハイノサウルスは北アメリカとヨーロッパの白亜系から産出した属であり、ティロサウルスとハイノサウルスのいずれもがティロサウルス赤に属する。 しかし、2016年に発表された研究では、ハイノサウルスが、ティロサウルスと同族である、可能性が高いとされた。ベルは、ティロサウルス赤を、プリオプラテカルプス赤と共に非公式の探検等群、ラスルアソーニに分類した。以下のクラドグラムは、古生物学者、小西拓也とマイケル・ W ・コールドエルによる2011年の、系統解析に従う。 頭蓋のプロポーションと噴部の歯の配置及び口外に基づいて小西拓也らは頭骨長3 0トルと推定された様体の小型標本 FHSMVP-14845 をティロサウルスに割り当てたしかしこの標本には他のティロサウルスに特徴的な噴部の突起が存在しないこの突起は 頭骨長40から60センチメートルの T、ネピアラクスと T プロリッジャーの様体には存在するため、ティロサウルスは生活史の初期段階において分布突起を急速に獲得したことが示唆されており、性選択ゆえに発達しないわけではないことも示唆された。原生のシャチのように獲物をつく機能があったと、コニシラは提唱している。 T. プロリッジャーのウロコタイラサウルスプロリッジャーの標本の腹部内容ものはモササウルス科が多様な植生を持っていたことを示唆しており魚類、クレトキシリナなどのサメ、小型のモササウルス科、主張竜、ヘスペロルニスなど飛べない鳥が餌食になっていたと考えられている。チャールズ・アール・ナイトによる T. プロリッジャー1899年タルキートな山脈から 産出したカモノハシリュウは、後のアラスカのマタヌスカ類層となる、外側陸方環境あるいは、全身層に死体が堆積したらしい、分類不確定のハドロサウルスカ恐竜である。この骨格には、直径2.12から5 8 1ト、mm、ル深さ1.64から3 6 2ト、mm、ルの、楕円重り型の穴が開いており、コンクリーションに覆われていない部位もあった。 これらの穴はおそらく紙跡である。複足類のドリルマークほどの対称性がなく、海面動物が掘った跡の形状にも似ていなかった。またヌスカ類草の魚類でこの穴の形状、大きさに合う魚類の骨はなく、コントラストのある大きさと、隙間は、タイラサウルスプロリッジャーの歯にごく類似した。歯は肉体に穴を開けて腐敗ガスによる浮力を、 無効化すると推測されるため、死体が海に流された後に、歯型がついた可能性が高い。神跡の分布は、ハドロサウルス下恐竜の肉の分布と負の相関を持ち、骨を覆う肉の量が最も少ない後足が最大の損傷を受けていた。死体砂鳥のモササウルス類の歯が届かない部位で、海底と化学反応をはじめ、そこではコンクリーションが形成された。 死体から抜け落ちた骨は泥に埋没し、泥岩中に保存された。ありがとうございます。